はい、5月に入りました。非常にいいお天気ですね。今日はししとうの土作りをしていきたいと思います。はい、2週間前に天地返しをしてそのまま放置しておきました。はい、まずこれからですね、元肥を入れていこうと思います。はい、おなじみ酸度計の登場です。まずは土の酸度を計測していきたいと思います。はい、酸度計を挿してから20分経過したんですけども、今 pH6.4 ぐらいですね。はい、ししとうは pH6 から6.5 ぐらいが適当なんで、まあまあまあなとこでしょう。はい、少しアルカリ性に触れているので、苦土石灰は使用せず有機石灰を加えようと思います。はい、今回もいつも使用しているこの4種類の元肥を使っていきたいと思います。分量は1平方メートルあたり、ご覧の通りです。握り拳1個が 50g と考えてください。はい、それでは早速土に元肥を混ぜていきます。まずは有機石灰です。今回は土の酸度が弱アルカリ性ですので、少し加えるだけにします。続いて牛糞堆肥 1kg です。握り拳20回分ぐらいですね。先ほども言ったように、今回は土が弱アルカリ性ですので、窒素を多く含むこういう堆肥を多めに入れても大丈夫です。次に油かすを 200g 巻いていきます。はい、最後に化成肥料を 100g 巻いていきます。はい、では土と肥料を混ぜていきます。最初は角型スコップで、ざっくり混ぜていきます。そしてその次に3本グワで細かく混ぜていきます。はい、混ざったら次は平グワで畝を作っていきます。この時はね、できるだけ高く土を持っていってください。はい、最後に畝を成形していきます。はい、これでししとうの畝の完成です。はい、ししとうは水はけのいい畝を好みますので、畝はですね、最低10センチぐらいの高さにしておいた方がいいと思います。はい、この後ね、土を保温するために黒マルチをかぶせて、そして1週間後苗を植えていこうと思います。はい、本日は5月21日です。5月の初めから朝晩がですね、非常に寒くて、15度いきませんでした。はい、ししとうの苗はですね、最低気温が15度以上になったら植えることができます。ししとうの苗はですね、寒さに弱いですので、低温ですと苗が枯れたり、あと実がつかなかったりします。ですので定植前はこうやって黒マルチで畝を保温しとく方がいいです。で、黒マルチだと暑くなりすぎないと思う方もいるかもしれませんが、ししとうは暑さには強いですからね。真夏でも水さえやってれば育ちます。はい、それでは植え付ける前にちょっと苗をチェックしてみて、脇芽をこれ除去していきたいと思います。はい、まずですね、脇芽を取る前に最初にすることが、この一番最初のつぼみまたは花、これがあるかどうかを確認してください。はい、その一番最初のつぼみか花の下に生えている脇芽、これです。この苗と葉っぱの間にちょんと生えているこの芽ですね、これが脇芽です。これです。
はい、この脇芽をすべて、除去していきます。苗が若かったらね、こうやって簡単に指でつまめますので、はい、こうやって全部取っていきます。はい、これで脇芽をすべて取っていきました。はい、ピーマンも同じなんですけども、このシシトウっていうのはこの最初の花からどんどん枝分かれして実をつけていきますので、はい、栄養を取られすぎないようにこうやって脇芽を取っていってください。はい、で脇芽はねまた伸びていきますから、その都度取っていってくださいね。はい、ではもう一回やってみましょう。これが脇芽です。はい、手で簡単に取れていきます。これもですね、よいしょ。はい、これで脇芽をすべて除去しました。はい、それではいよいよ定植していきます。はい、それでは苗を植え付けていきます。まずはね、こうやってマルチで保温してますので、マルチに穴を開けていきます。はい、次にスコップで、よし、穴を掘って、はい、で次にこの穴にたっぷりと水を染み込ませてください。土に水が染み込んだ後、苗を植え付けていきます。はい、こうするとね、根と土の活着が良くなります。はい、次にね、株と畝の間に隙間ができないようしっかり土で埋めていってください。はい、最後にこれすごい大事なんですけども、このビニール紐でこのシシトウの苗と支柱を軽く結んでやってください。これは風対策です。これ苗は非常に風に弱いので、こういう風対策は必ずした方がいいです。はい、こんな感じですね。緩くでいいですからね。こうするとこうやって風を受け流すことができますから、これ必ずしてくださいね。はい、これでシシトウの苗の植え付けが終了しました。順調に育てば7月中頃の収穫が見込めます。はい、で、まあ、ちょっと風吹いてるんですけどもね、この風対策のおかげで受け流すことができます。はい、それではシシトウの植え付けのまとめをしていきたいと思います。はい、まず苗は朝夕の最低気温が15度以上になってから始めてください。シシトウの苗は寒さに弱いです。寒いと苗が枯れたり実がつかなくなったりします。はい、シシトウの原産地は中南米ですので暑さには強いです。気温が上がるまで焦らず待ちましょう。6月に入っても植え付けは十分間に合います。はい、次に脇芽の処理はしっかりしてください。一番最初の花の下の脇芽は絶対に取りましょう。はい、最後に風対策を忘れずにしてください。苗は風に弱いです。細いですからね。ビニール紐で軽く結ぶだけで結構ですので必ずしてください。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。